どうも、マリです、今回はですね、新しいヘビをお迎えしてまいりました。それがこちら結構ね、触れる子なんですけども、こちらスマトラブラッドパイソンのフルブラックというヘビでございます。はい、ブラッドパイソンっていうヘビね、結構産地別にね、スマトラとかマラヤンとかね、いるんですけれども、まあ、この子はね、スマトラブラッドパイソンという黒目の、子なんですけど、その中でさらに黒みが非常に強いね、フルブラックっていうね、個体をお迎えしてまいりました。結構ね、まあ、大人になるにつれてスマトラブラッドパイソンって、まあ、黒くなるらしいんですけども、この大きさですでにこの黒さっていうのはね、なかなかいないですね。ツイッターとかでね、入荷情報を見て、いや黒みたいな、うわめっちゃかっこいいじゃんと思って気になってショップに見に行きまして、他のショップでもね、結構ねスーパーブラックとかいう名前で、ね、入ってたりして、いろんなショップを見に行って、ちょっと一番いいなと思った子を今回お迎えしてまいりました。結構なんかショップによって荒い個体とかおとなしい個体とかいて、結構この子は黒くておとなしいいい個体をね、発見しましたので、この度お迎えいたしました。真夜中のビバリウムさんとかがね、よくブラッドパイソン飼ってますし、MZ 爬虫類さんがスマトラブラッドパイソンの非常に大きな個体をね、飼ってるんで、まあ周りにね、飼育方法を聞いたりしつつ、大きさもね、最終的にどんなになるのかっていうのをね、確認しつつ今回お迎えしております。あ、ちょっと怒ってるなこうやってね、太いヘビなんで、重さも10何キロとかね、全然いっちゃうんですけれども、まあそれぐらいだったらまだね、特定動物のあのアミメニシキヘビとか、ビルマニシキヘビとかよりは扱えるなと思ってね、まあ、扱えるギリギリサイズの大蛇だなってことで、ちょっと大蛇が欲しかったんでお迎えしました。うちにいるヘビってね、今でかいのがボールパイソンぐらいまでしかいなくて、まあ、アルバーティスも成長したらまあまあ大きくなるんですけど、まあ、それでもこの子の方が太さがあって重量感がすごいんで、ブラッドパイソンは前々から結構ね気になってましたんで、この度ちょっと思い切ってお迎えしたという次第でございます。というわけで早速この子の飼育環境を整えていきたいなと思います。で、今回用意しましたのがこちら、60cm×45cm、高さ50ぐらいかな、の爬虫類ケージに、ブラッドパイソンって結構ね、特に脱皮するときはね、湿度が大事なんですよ。なんで、ちょっと湿度を保ちやすいね、ヤシ殻を敷こうかなと思います。で、まあ、脱皮するときね、全身が疲れる水入れがあった方がいいそうなので、こちらの巨大なね、水入れを用意しまして、シェルターもあるんですけど、ビバさんとかね、MZ さんもシェルターなしで飼ってるんで、俺もちょっとシェルターなしで行こうかなと思います。で、こういうね、ニシキヘビ系って結構まあ温度が下がっちゃうとすぐにね、呼吸疾患になったりしてしまうんで、こちら移して蓋にね、暖凸をつけて、ケージ内の温度をね、高く保てるようにしようと思います。室内のね、湿度とかもちゃんと管理して、下がってきたらちゃんと霧吹きとかね、加湿器を使うような感じで管理していきたいなと思っております。湿度保てるようにね、霧吹きしておきましょうね。よし、じゃあこちらにブラッドパイソンを投入します。こちらが君の新しいお家でございます。うわ、ほんと黒いな、かっこいい。見てこの黒さ、やっぱ黒い生き物っていいよな。早速なんですけど、この子に餌を与える様子を見ていただきましょうかね。よし、取った。お迎えして間もないんですけど、全然ね、すぐに環境に慣れてくれて、餌もバクバク食べてくれてます。食欲旺盛です。とってもいい子ですね。このままね、すくすく育ってどんどん大きくなってほしいですね。最終的にはどれぐらいなの、150センチくらいの形状が必要になるのかな。それぐらいは全然もう作っちゃいますんで、ね、いいんですけど、
実はもうすでに1回ね脱皮もしてくれてて、まあ、今んとこね順調だなっていう感じですね。マウスを飲み込んでくれました。スマトラブラッドパイソンのフルブラック、今後ねこの子を飼育していってどんどん大きくしていきたいなと思います。また今後ねこの子の動画も出していくと思いますんで、気になった方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。